はい、どうも、しるこです。今回もですね、おしるこラジオやっていきたいと思います。で、今回は記念すべき5回目ということでですね、特に普段と変わらずやっていきたいと思います。それではね、早速、一つ目のコーナーに行きたいと思います。で、一つ目のコーナーが、最近のですね、出来事についてですね。はい、これをね、話していきたいと思います。で、今回話す内容はですね、SNS についてですね、最近私、おしるこはですね、いろんな SNS をまたね、活動のために始めたんですけども、特にね、最近は X ですかね、Twitter でなく X を、特にね、力を入れてやってるんですけども、そちらの方でですね、一応ね、今のところなんて言うんでしょうか、何本かね、ゲーム実況を上げるときに、まあ、告知みたいな感じでね、投稿しているんですけども、そんな感じでね、これからもですね、X は動画投稿の告知をする。で、他にもですね、TikTok とか、まあ、インスタとかですね、いろいろ始めたんですけども、まあ、TikTok は、まあ、ショート動画、まあ、リール動画っていうんですかね、を投稿するっていう形で、で、インスタは、今のところ特に、まあ、ショート動画をね、まあ、上げるとかっていうのはあるんですけども、それ以外での使い道は今のところね、ないんですけども、もう少しね、そのフォロワーさんとか、まあ、その見てくれる方が増えて、そのインスタをね、フォローしてくれる方が増えた時に、まあ、ね、今日の動画はこんな動画が上がりますみたいな感じで、ストーリーに載せるみたいな感じでね、やっていけたらいいなと思っているので、よかったらですね、皆様、これは強制ではございませんが、その他 SNS のですね、フォロー、よかったらお願いいたします。はい。ということで、まあね、最近の出来事はこれぐらいですかね、SNS をね、また始めたっていう感じですね。めっちゃね、もうさらっと話しちゃう。最近、なんかすっごくね、さらっと話しちゃうんでね、こういうさ、一つのテーマを深掘りしてね、するっていうのが、まあ、ラジオのね、いいところだと思うんですけど、最近なんか、もう、ちゃちゃっとね、もう、わかりやすくっていうかね、簡潔に話したくなってしまう、なんでしょう、こう、性格の問題なんでしょうかね。まあまあ、それはいいでしょう。それではね、まあ、最近の出来事はこれぐらいにして、それでは本題にね、入っていきましょうか。で、はい、次のコーナーなんですけども、次のお話は、正月のお話ですね。前回の4回目が、まあ、正月に入る前のね、まあ、今年はなんかゆっくり家でなんか過ごそうかなみたいな感じの話をしたと思うんですけども、まあ、結局ね、おしるこは正月何をしたのか、1、2、3日、で3日間何をしたのかっていうのをお話ししたいと思います。で、はい、私、おしるこはですね、もう結論から言いますと、こう3日間ですね、もうすべてお出かけしました。すごいよね。こんなにも忙しい正月は初めてなんじゃないかっていうぐらい忙しかったです。で、まあ、詳しくはね、そんなに言えないですけど、まあ、1日目はね、まあ、家族で、まあ、ちょっとお出かけしてるっていうかね、その親戚のね、人たちが帰ってきていたので、そちらの方にね、その親戚の方たちと、まあちょっと喋ったりとかね、ご飯食べたりみたいな感じをしたりとかして、ね、で、二日目がですね、まあその、昔のね、お友達、まあ高校のお友達と、まあ飲み会みたいな感じで、まあ同窓会じゃないですけど、をやって、いや、すごく楽しかったです。で、3日目がですね、これも、まあ3日目も、中学ぐらいですかね、のお友達と、まあね、お出かけするみたいな感じしたって感じですね。はい。いや、という感じでですね、本当に、なんだろう、あれ？僕ってもしかして、リア充みたいなね、って思うぐらい、もうすごく充実した正月でした。ただ、その分、逆に言うとですね、めっちゃ疲れましたね。こんなに連続でね、外に出るっていうことがめったにないので、私は。もう、本当に疲れて、で、その、正月が終わった4日目は、もうお仕事が入っていたので、お仕事をして、で、5日目。5日目に、やっと休めるのかなと、ね、思ったらですね、またお出かけになりましたと。まあ、初詣に行ってきましたね。はい。まあね、この今撮ってるのが、ね、その5日なんですけども、1月の5日なんですけども、まあ、明日というかね、まあ、6日、今日は6日ですかね、この動画出てる日は、には、さすがにね、もう家でね、ゆっくり休めると思うので、多分休んでると思うんですけども、いやー、
なんか幸せ疲れってこういうこと言うんだろうな、みたいなね。もうとても楽しかったです。いろいろね、美味しいもの食べたりとか、もうね、その昔の友達とお話をしたりとかね、もういろんな話をしましたよ。もうすごく、もう全然それでも時間が足りないぐらい、もう楽しかったです。ね。まあ明日からというかまあ今日ね、6日からは、もうこの今までね、この正月3日間、まあ4日間、5日間ぐらい、ね。こういろいろ楽しんだ分、まあこれから勉強とかね、その絵の勉強だったりとか、こういう動画編集とかね、その動画を撮ったりとか、ね、活動を頑張っていくみたいな感じのね、もう一年にしていけたらいいなと思っておりますのでね、よかったらね、応援してくださったら嬉しいです。はい。で、これ正月の話でもう一個ね、あるんですけども、先ほどですね、5日?まあこれ正月ではないな 正月というかその昨日の話なんですけども、撮ってるのはね、今日だけど、その5日に初詣に行きまして、で、おみくじをしたんですよね。で、まあ、X の方ではね、その結果は言ったんですけども、なんとおしるこですね、今年大吉だったんですよ。去年が、中吉ぐらいだったかな。あんまりそこまでいいやつではなかったと思うんですけども。そう、今回ね、大吉でして。いやもう、まずね、今日行ったところっていうのが、今回行ったのが初詣で、なんか、100円でね、まあ、おみくじができたんですけども。で、その、おみくじを開こうとしたら、裏側が、なんかもう金粉まみれみたいな、その金色みたいな感じで、え、何この、ソシャゲの SSR 確定イベントみたいな感じの演出みたいな感じみたいなと思って、で、開いたら大吉だったんですよ。でも、別に、その、大吉だから金とかじゃなくて、全部ね、おみくじは、その末吉とかだとしても金だったんですけども、なんかもうすごい、なんだろう。もう、選ばれてるみたいな、わかる?もう確実に、あ、これはもう開く前から、あ、大吉来たわ、みたいな。もうわかるんですよね。悟りを開いちゃって、で、開いたら大吉。もう驚きもせず、あ、やっぱりね、みたいな。もう今年は、個人的に、本当にすごくなんかついてる年だなと。まだね、始まって5日間ぐらいですけども、もうそれをね、すごくこう3日間4日間ぐらいで実感していて、いやー、今年は絶対にいい年になるな、というね、ことを思いましたね。で、その大吉で、その内容もね、本当に、結構、おみくじって、まあ、あるあるだと思うんですけど、その、大吉とかだとしても、あんまりいい内容が書いてない時って結構多いじゃないですか。何?これどういうこと?みたいな。あんまり内容、意味わからんな、みたいな、時があるんですけども、今回の大吉は、もう本当に全体的に、全部いいことばっかり。しかも、今までに見たことないような文章。例えば、その、なんだろう、縁談みたいな欄があるんですけれども、まあ、人との縁みたいな感じですね。それが、なんか、とてつもなく、良縁みたいな。心して構えよみたいな。もう、すごい、え、そんなになんかいいことあんの?みたいな。いい出会いがあるの?みたいな感じの文章がすごくあって、うわぁ、これは、今年楽しみだなーっていう、もうすごくもう今からワクワクしてるんですけども、その学業とかもね、その学問もちゃんと努力すれば良い結果が出ますよと。まあこれはね、正直当たり前ではあるんですけどもね、ちゃんと勉強すればっていうのは当たり前ではあるけど、そういう運的な部分でも、ね、ちゃんと勉強すれば大丈夫だよっていうふうに、その神様からね、言っていただけたから、言っていきたいのは、いや、ちょっと待って めっちゃかも。言っていただけたので、まあね、まあ、またね、ちょっと資格とかのね、勉強したいと思っているので、まあ、頑張ろうと思っております。はい。まあ、正月のお話はまあ、これぐらいですね。あと、初詣のね、お話はこれぐらいです。はい。それではね、まあ、正月の話はこれぐらいにして、次は4つ目のね、お話にしましょう。もうめっちゃ早いね、またね。今回もまた15分ぐらいで終わるかもしれないですけども、次がね、もう、このネタ切れ感がすごいけど、雑談をね、していきたいと思います。そう、最近、まあ、よくね、こう、結構テーマを決めてお話ししてたんですけども、ちょっとね、雑談をしたいと思います。時間がね、結構あるので。で、今回、したい内容っていうのが、見たい映画っていうのが、最近いくつかあって、それをね、ちょっとお話ししたいなっていうのがあります。それはね、まず一つ目が、ウィリー・ウォンカー、チャーリーとチョコレート工場っていうね、まあ、結構昔の映画があるんですけども、それのね、まあ、続編というか、まあ、スピンオフみたいな
映画があるんですけど、それがね、ウォンカと、なんだっけ、ウォンカとチョコレート工場の始まりみたいな感じのね、名前なんですけども、あまりね、ちょっと、めっちゃ適当だから間違えてたらごめんなさい。そう、めっちゃね、本当に、もう、まず、主人公のね、俳優さんがかっこよすぎる。もう今話題のね、俳優さんなんですけど、若手の。もう多分僕と同い年ぐらいなんじゃないかなっていうぐらいのね、本当に若い方なんですけども。いやもうね、すごくかっこいいし、ウォンカが合ってる。ああいうちょっとなんだろう、メルヘンチックというか、髪がね、テンパっぽい感じで、ハット被っててさ。もうすごくかっこいいんですよ。もうそれで、ずっと見たいなと思ってて、で、その動画っていうか、その映画がね、その、一番最初に、まあ、なんでしょう、公開されたのが、もう去年のね、12月の初めぐらいだったかな、に、まあ、公開始まったんですけども、結局、まあ、まだもう2ヶ月ぐらいですかね。1ヶ月ちょいになるのか、もう公開始まって。全然見に行けてないっていう。しかもその今ね、あんまりちょっと最近こう飲み会とかね、いろいろあって、手持ちがないと。映画を見に行く分の手持ちも今あんまなくてですね。全然見に行けてないと。多分ね、後ほどね、ディズニープラスとか、そこら辺のサブスクで、またね、出てくるとは思うんですけど、見れると思うんですけども、まあね、せっかくチャーリーとチョコレート工場のその過去編とかって言うんだったら、ちゃんと映画館で見たいよなぁとずっと思いながら、まあね、友人とね、友人何人かと一緒にね、見に行こうよみたいな感じのことはずっと言ってるんですけども、結局ね、行けてないっていうね、申し訳ないんですけどね、本当に。そう、行きたいんですよね。もうすごく面白そう。皆さん見ましたか？本当に面白いと思います。どうなんでしょう。ただ、その友達、見に行った友達のね、話をちょっと聞いた限りだと、そこまでその過去編っていうか、その過去の映画にはあんまり関連性がない映画だったみたいな感じで言われて、あー、じゃあまあ、一応オリジナルじゃないですけど、まあ確かにね、あんまりその前回のね、映画の時には全然語られてなかった部分が結構多くて、あ、そういう映画なんだなと思って、まあオリジナルね、作品と思って見るみたいな感じの方が、まあそのファンとしても結構面白いんじゃないかなと思ってて、だから僕もね、その映画単体、そのウォンカの映画単体として見ようと思ってて、まあそれをね、見たいっていう話ですよ。で、もう一個映画があって、見たい映画が。もう一個が、ウィッシュっていうね、確かウィッシュだったと思うんですけども、これもね、今多分話題ですよね。結構 CM とかもあってますけども、ディズニーがね、まあ、ついに100周年なんですかね。で、その100周年を記念した映画、もう本当に記念すべきね。もういろんなキャラが確か出てくるみたいな感じだったかな。なんかそんな感じだったの、本当にね、すみません、曖昧なんですけども、そう、すごくね、もう面白いと、今話題なんですよ。ね、私、おしるこはかなり、ね、ディズニーの映画が好きでして、まあね、今までの作品は結構大体見てるんですけども、もう、そういうね、もうディズニー好きには絶対見なきゃいけないというぐらいの映画ですよね。けど、見に行けてない。多分、このウォンカも、ウィッシュも、多分当分ね、あと2、3ヶ月ぐらい、3月とかぐらいまで、は、まあ、公開されてるんじゃないかなと思うので、来月とかね、に、ね、ちょっとお給料もらったら、見に行きたいなーって考えてて。だからね、皆さんもね、よかったらね、この2つ、ね、とても本当におしるこのおすすめ作品なので、まあ、大体ね、多分見てる方が多いと思うんですよ、こういう映画好きの人だと。けど、まだ見てないけど、ちょっと気になってたみたいな人は、よかったら見てみてください。はい。まあ、雑談もこんぐらいですね。いや、もう。マジで短い。最近本当にさ、前回ぐらいまで、違う、前々回か、の動画まではさ、30分ぐらいあったけど、もう最近もう15分ぐらいしかない。まあね、こっちの方が見やすいのかもしんないけどね、個人的にはもうちょっと長く話したいなって思いますね。はい。じゃあとりあえず、今回は、今までね、喋ったのは、まあ、最近の出来事、で、正月の話、で、雑談、この3つですかね、大きなテーマは。はい、を話しました。サクッとね、お話ししましたけど、いや、本当に、ね、あ、てか、このご挨拶をするの忘れてましたね。まずエンディングトークに行きましょう。で、はい、とりあえずね、皆様、去年もありがとうございました。で、今年もよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。ということで、ね、今年のおしるこはですね、去年はね、本当に全然活動できていなかったんですけども、今年はもうやっばいぐらい多分活動します。とりあえずね、その、
木土の動画はほぼ確定で、まあ、毎週ね投稿しますと。でプラスそのショート動画とかね、いろいろ他のねちょっとなんか上げたいなみたいな動画を追加で上げると思うので、よかったらねそちらも見てください。はい、ということでね、まあこれぐらいで今回終わりましょうかね。記念すべき5回目ですね。まあ特になかったですけども、次はね記念すべき、まあ、10回目までねこのラジオ動画をねやっていけたらいいなと思っているので、皆さんもねなんかよかったらコメントとかね、まあ高評価めっちゃ噛んだ高評価とかね、あのその他 SNS のフォローとかチャンネル登録ねよろしくお願いします。いや本当にね励みになりますのでよろしくお願いします。はい、ということでまた次のラジオでお会いしましょう。それではまたねー。